下克上合格ガムジャラファイト編、昨年好評だった書籍が今年もパワーアップして登場。今の自分に満足いっていない。でも何をしたらいいんだろう。司法書士試験は天才ではなく努力して凡人が合格できる最高の資格。勉強嫌いからスタートした7人の合格までの軌跡を書籍化。合格率 3% の司法書士試験に下克上合格ガムシャラファイト編、好評発売中。最初その取材のお話いただいた時は本当に自分なんかでいいのかなっていうのが正直な第一印象でした。本当に自分平凡なんでびっくりしましたね。とりあえず思ったのはまず第一に見てほしいなって思うのは、これから勉強を始めるよっていう人たちには見てほしいなと思います。やっぱりすごい生の受験生の声っていうのがやっぱりこの下克上には収録されているので、本当に参考になる部分が多いと思います。次にそうですね、今勉強してる方とかでも疲れたなとかちょっとネガティブな気持ちになるときは、ぜひこの下克上を読んでいただきたいです。下克上合格のおすすめポイントはやっぱりその受験生の生の声を直接見れるっていうのがやっぱりでかいのかなと思います。本当に資格取得をすることによってやっぱりその自分を本当に高められると思うんですよ。難しい資格にチャレンジしてみるっていうのはやっぱり自分を高めるっていう意味でやってみて面白いチャレンジなんじゃないのかなと思います。